はい、どうも。久々ですね。あ、久々じゃないや。なおさんのもぐもぐタイムです。ね、このノリはなかなかないですね。事業所でやるとやっぱりね、テンションがちょっと低くなるね。うん、あんまり大騒ぎできない。まあ、それも、ね、自分らしいっちゃ自分らしいんですけど。今日はですね、伊達のありますセブンイレブンの前で。で、今日事業所でもうね、ちょっとあの、検食でミニラーメンと、あと麻婆豆腐食べたんですよ。で、それも録画したんだけど、なんかノリ悪いからやめました。アップするのね。それで、まあその二つだけど腹減るので、セブンイレブンでまたがっつり食べるのもあれなので、これが入っちゃいました。焼きそばパン！ね。濃厚ソース UFO ね。UFO じゃなくて、北海道で焼きそばって言ったら、焼きそば弁当なんですね。でも、本州はこれ UFO なんですかね。日清焼きそば UFO ソース味ってやつですね、これね。はい、これです。ね。これに、これちょっとね、食べたいと。なんか、ナイスかなと思って行って、もう直感でこれだってやつを買いました。ね。もうこれです。ね。美味しそうですよ。いただきます。あ、めっちゃうまい。あ、UFO だ、UFO だ。このね。間違いなく UFO し、しかも味が濃い。あ、これはうまいわ。これいける。焼きそばパン好きにはね、いいと思います。いいと思いますっていうやつですね。あ、美味しい。ね。こんなのやってるとね、もうあっという間に2分になっちゃって。ね。まあ、皆さん、コロナで大変でしょうけども、私もね、車でね、これを買いまして、もう乗るたんびに、どっか行くたんびにシュッシュッシュッシュしてね、手を消毒してます。はい。で、今日は、ビバイからね、コトーさんっていうね、看護師さん、保健師じゃない、ケアマネさん、まあ、位としては偉い人なんですけどね。わざわざ、まあ、打点がね、なんか、あれで、実家だそうで。それでね、私にちょっとね、依頼でね、もう兼ねて来ていただきました。ね、もうたくさんお話できて、楽しかったです。ね。うん。9月に、ビバイに行くことになりましたよね。まあ、このくらいになると、対面でできるんじゃないかということで。まあ、一応、予定ですけどね。11、12。一泊で。ね。ビバイの駅の横になんか新しいホテルができたっていうんでね。ここに泊めてもらおうかなと思ってます。はい、ということで。いや、これうまいわ。うん。あ、濃いめっていいね。パンに濃いめってね。はい。久々のもぐもぐタイム。セブンイレブンバージョン。あ、美味しかった。ね、これで大丈夫でしょう。はい、ということで皆さん土日休みの方はゆっくり休んでくださいね。土日お仕事の人もいるでしょう。私たちは頑張ってくださいね。はい、ということでヤムさんのもぐもぐタイムこのぐらいにしときたいと思います。それでは皆さん、バイナラバイナラたまにいいね。うん。